今日の一冊は宮部みゆき町秘書休職中の刑事本間俊介は遠縁の頼みで突如失踪した婚約者関根亜希子の行方を追うことに彼女は自らの意思で消え足跡を断ち切り行方をくらませた。なぜ亜希子は自らの存在を徹底的に抹消せねばならなかったのか。事件の鍵は自己破産者の凄絶な運命に隠され、そしてカード社会の闇が俊介を引き込む。山本周五郎賞に輝いたこのミステリーは読者を引き込み、亜希子の謎めいた人生に迫る驚きの展開が待っている。